皆さんこんにちは。今日は小島のペット小島ペットに行ってお買い物をしてきたので購入品を紹介したいと思います。特になんかめちゃめちゃ何か買ったってわけではないんですけど、少ないんだけどね一応買ったものを紹介していきたいと思いますぽーちゃんぽーちゃん、なんか最近さ乙女座りするね。ぽやん最近ね、この座り方結構私好きで、みんな結構ね手足足手の座り方が好きなんだけど、私は結構この座り方も好きです。可愛くない？なんでこうなってんだろうそのままチンスリに行くパターンが多いんですけど、最近ねなんかチンスリの回数が増えてきたというか、なんかしょっちゅうやってます。毎日1回ぐらいしかやらなかったんだけど、1日ね何回もするようになったりとかね。ねえぽーちゃん、リラックスしてるのかな？にかわいいなということで、本当に少ししか買ってないから尺が全く足りないかもしれないんですけど、とりあえず紹介していきます。パチ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 ちょっと待ってぽや。まずはぽーちゃんが結構愛用しているシャンプーなんですけど、紹介します。はいじゃまず紹介してからいろいろ説明します。何を買ったかというと、ぽーちゃんお座りしています。ぽーちゃんお座り、あらららいい子ちゃんな。それでは紹介します。じゃじゃーん、こちらぽーちゃんもいいよ、チェックは。これお座りしてちょうだい。ぽーちゃんお座り、お座り、うーいい子ちゃん、そこにいて。でこのシャンプーはぽーちゃんがちっちゃい時から使っていて、結構ねぽーちゃん皮膚が弱いんですよ。皮膚炎になっちゃったりとか結構するんだけど、そういう時は病院に行って、あまりにもひどい時は病院のねシャンプーを使ったりとか、あとなんかねそういう薬用とかをよく使ったりとかするんですけど、いつもはこれ、毎日洗えるリンスインシャンプー、こちらを使ってます。これねめちゃめちゃ安いんですよ。安いのになんかいい香りでとっても泡立ちが良くて、気楽に気軽に使えるっていうシャンプーで、とても私が気に入ってます。これでね肌トラブルを起こしたことはないです。今のところはもう何年も使って、何年ももう使ってるんで、まあ、これはねインスタグラムの方でも一回ストーリーで紹介したぐらい、おすすめです。安いしね、じゃあまずこれね、毎日使えるリンスインシャンプー、ライオンのシャンプーです。それからぽーちゃんここに置いとこっか、シャンプー見えるところ。まあいろんな、もう8年もぽーちゃん生きてるんで、シャンプーもなんかいろいろ本当に試したりとかして、オーガニックを試したりとか、あとはその提供で使わせていただいたシャンプーとかね、すごくいいものもたくさん今までいっぱいあったんだけど、とにかくそのお値段がね高くて、続けるのがねちょっと厳しいなとか思ったりとか、思ってる中で、これはもう本当に気楽に使えるんで、なんかやっぱりいいシャンプーがあったら紹介してもらえたらそれを使いたいんですけどね。これは結構頻繁に使っております。では次、はい、続きましてはですね、じゃじゃーん、はい、こちらの、指サック歯ブラシを買ってきました。これはぽーちゃんが、ちっちゃい時から使っている歯ブラシで、こう指をはめてね
歯を磨けるやつなんですけど、まあ意外と使いやすいんですよ。でもいろいろ試してみたくて、違った歯ブラシを買おうと思ったんだけどね、あんまり種類がなくて、なんか他のこれ以外のやつはちょっとポンちゃん苦手かなっていう感じの歯ブラシだったんで、またこれにしちゃいました。これだったらもう磨き慣れてるから、これを使ってちょっとやってみようと思います。歯ブラシは結構細菌がなんていうのすぐなんかついちゃうっていうか、なんて言ったらいいんだろう、歯ブラシは結構頻繁に変えた方がいいっていうのを聞いたので、私自身もね、1、2週間に1回は歯ブラシを変えるんですよ。歯ブラシって変えた方がいいらしいですよ、うん、で、ホヤンも買ってきました。これを使って歯を磨いて綺麗にしていきたいと思います。ポンちゃん歯ブラシ嫌いだけどね、あんまり好きじゃないけど、でもお利口さんにいつも歯ブラシしてくれます。はーい、ということで、指サック歯ブラシ、ちょっとなんか買ったものがね少なすぎて、一つ一つちょっと長いですけど、すいません一応紹介ちょっと長めでいきたいと思います。はい、では次、はい、次に買ったものはですね、じゃーん、皆さんおなじみのこのガジガジです。ガジガジマロンボーン、もうこれがあったら、ポーちゃんね、暇な時ガジガジしててくれるんで、これがないとちょっとね不安になるんですけど、お引越しする前にねこれ処分しちゃったんですね、ずっとガジガジしてたやつを。なので新しくポーちゃんのために買ってきました。これが一本あるだけでとってもね反応してんだけど、これが一本あるだけでちょっと安心なんですよ。ポーちゃん一人でねこれガジガジして時間を潰してくれるんで、これを一本買ってきました。本当はねちょっと火待ちとかまたあげたいなと思うんですけど、売ってませんでした、火待ち。あと火待ちって高いよね、本当に。1本だっていくらする、4000円ぐらいしませんね、なかなか買えるものじゃないんで。このマドンボーンだったら1000円いくらだったっけな、うん、なんかそのぐらいで買えるお手頃なガジガジです。いつもね動画に出てくるガジガジっていうのはガジ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 って言ってるんだけど、それはねこれです。そう、ぜひまだ試したことのない飼い主さんは、サイズもね SS かな、なんか S から M、L ってね大きさがあるんでね、ぜひ試してみてください。私はポーちゃんがもし万が一ね飲み込んじゃったら嫌なんで、これより下のサイズは買いません。うん、いつもねこのサイズ、これはね M サイズです。そう、これあげたいと思います。ポーちゃん一番反応してるじゃん、こっち来てじゃん、こっち、もう分かってるから、ポーちゃんこっち来て、いやお座り、うん、じゃちょっと待ってちょうだい。はい、では次いきます。あ、次最後だもうまさかのね次最後です。はい、いつもねペットショップに行くといつもなんかもっといろいろ買ってあげたりとかするんだけど、今回はね特に次に紹介するのと、あとこれシャンプーが一番買いたかったんで行ったんで、他にはね別におやつもねたくさんいただき物があるんでね、特に必要なものはないかなって思って、次が最後になります。では最後ご紹介します。はい、最後に買ったものはこれです。じゃじゃーん、はい、ポーちゃんのふかふかベッドなんとね模様が豚さんなんです。これ可愛くないですか。ちょっとね紹介する前にポーちゃんちょっとだけ使っちゃったんだけど、このねベッドふかふかがポーちゃん大好きなんで、ごめんねちょっと、じゃあこれはい置いてあげる、どうぞこっちに、ふかふかの置いてあげるとすぐにね入るから、はいポーちゃんこっち来る、あらいこちゃんなーなんでこれを買ったかというと、ケージにいつも入ってるふかふかベッドっていうのと別に、日向ぼっこをね今日当たりがいいお家に住んでるから、日当たりのいい場所にこれを置いてあげて日向ぼっこさせてあげたいなと思って買いました。あとは
お風呂に入るときに、いつもね、私のお風呂を待っててくれるんで、そこに置いたりとか、いつもね、ケージからこう移動して使ってたんで、別に買いました。で、ケージに入ってるふかふかベッドがダメになったら、こう、今度はこれをケージの中に入れてとか、結構使い回しで、ベッドは使ってます。はい。これは、小島のペットじゃなかった。によく行くんだけど、そこではもう、この形のベッドはね、いっぱい売ってるんですよ。で、柄が、やっぱりね、これが一番可愛いなと思って、これにしました。豚さんの模様、これ、初めて見たんだけど、可愛い。それで夏になったら夏用のベッドとかも出たりするし、結構生地がね冷たく、こう肌触りが冷たい感じの素材のベッドだったりとか、いっぱいね豊富に売ってるんで、いつもベッドはここで買ったりとかしてます。気軽に買えるしね。はい、ということでね、紹介動画もう終わっちゃったわ。どうするぽーちゃん、終わっちゃったよ紹介動画。もっと、なんか、いろいろ買ってきたら紹介できるものもいっぱいあったんだけど、もう終わっちゃいましたね。ということで、今回はこの4点買ってきました。よいしょ。本当はトイレのね、トイレシーツを買いたかったんだけど、この、ペットの小島が、家のすぐ近くにないんですよ。なので、持って帰るのが大変かなと思って、シーツは買いませんでした。だネットで買おうかなと思ってます。ということで、とりあえず、紹介はこのぐらいになります。もう一瞬で終わっちゃったんですけど、ね、これをね、あげる動画もまた撮りますので、よろしくお願いします。歯ブラシも、歯ブラシするところ撮れたらいいなと思ってるので、はい、シャンプーもね、全部動画で紹介したいと思います。何回かもう全部みんな紹介してるやつなんだけどね。はい、ということで、はい、ポテコチ来て。一旦ここでね、紹介動画終わりたいと思います。皆さん、見てくださってありがとうございます。バイバイドーン。